こんにちは。メアリのうちの子紹介です。なんとなんと、今回は、開封済みのベリービッキーさんをお迎えしました。ついに念願のフェアレストをね、お迎えできたので紹介したいと思います。実はこれなんで袋に入ってるかっていうと、お迎えした、購入した時のまんま、まだ中をちゃんと見ていません。とりあえず、このストッキングだけ黒なので、到着して急いで脱がせてはいたんですけども、動画を撮るまではとりあえず置いておこうというところで、今から開封していきたいと思います。お人形専門のところじゃないところからお迎えしたので、箱なしで、ちょっとちっちゃめの段ボールに折り曲がった感じで入ってきました。早速開けていきたいと思います。ちょっとね、今タココが結構お得に手に入るって思っていたんですが、まさかね、フェアレストがうちに来ると思っていなかったので相当嬉しいです。実はですね、フェアレスト大好きな顔型なんですけれど、もう元々ね、すごく高くって手に入れるのは無理かなと思っていました。で、中でもフェアレスの顔型は割と好きなんですけれど、一番好きだと思っていたのがアンブロージオさん。私銀とか白髪がすごい好きで、アンブロージオさんもすごい好きだったので、フェアレストで手に入れるんだったらもう何でもいいんじゃなくって、本当に好きな子を選ぼうと思っていました。で、そのアンブロージオさんとついをなしてほしいと思っていたのが、ベリービッキーさんです。この泣きぼくろすごく可愛くって、ああいいな、欲しいなと思っていました。で、その私が知ってるのは全部写真で見る限りで、本物っていうのを見たことがなかったんで、ちょうど1年半前ワルソネコさんにお邪魔した時に見せていただいたんです。アンブロージオさんもベリービッキーさんも。で、その時思ったのが、アンブロージオさんを見て、そんなになんかわあこれかーっていう感激はそれほどなくって、実はベリービッキーさんの方がめちゃくちゃ可愛い、この子すごい可愛いと思って手に取って見ていた記憶があります。はあ、なんて可愛いんだろうって言って眺めていた、そのなんていうんですか、気持ちを鮮明に覚えています。なんでね、それ以降はこうフェアレストでいいなと思う子が出てきても、まあ大抵はね高いので手は出さないんですけれども、まあチャンスがあったらベリービッキーさん一本に絞っていこうと思っていました。思っていた気持ちがついに叶った感じです。長話になってしまいましたが、彼女のこうまだ確認をしていないので確認していきたいと思います。で、まず一番最初にこのストッキング、これは慌てて脱がしたんですけれど、これについての色落ちはありませんでした。今その毛が結構くっついてベタベタしてる感じなんで、これは後でアルコールで拭いていきたいと思います。それから髪の毛ですね。髪の毛、そう、この髪の毛、ちょっと待って。実はなかなか近いなと思ったのが、ザーニャさん。ほら、ちょっとね、私の家は明かりの設備があまり良くないので、わかりにくいかもしれませんが、こんな感じ。今、こう、ライトの下でこう照らされて2つ並べてると、ほんと大差がない。ほぼ、誤差、ロット差レベルの、髪の色です。あ、思った通りだ。すごいそっくり。私、この髪の色すごい好きなんですよね。ああ、本当に思った通りだった。こっちはね、真ん中分け、こっちは左分けかな。はい。
なんかちょっと確認できてすごい嬉しかったです。と、特に別にこう毛量的にはどちらかというと多い方かなっていうぐらいふっさふっさしてます。で、アイチェンジしていきたいと思います。あ、そう、この子ね、実はね、カスタムだって書いてました。何がカスタムかっていうと、アイの色を変えてますっていうことで。解凍してやったのかどうかがちょっとわからないんですけれど、解凍してやったのかな。変えていきたいと思います。左側、これと左向いてるのがブラウン、正面がブルーグリーンっぽいかな、水色だけどちょっとグリーンがかった感じの水色です。で、左側向いてるのが紫っぽいですね。で、正面も紫。綺麗です。で、硬いです。アイチェンジがすごく。最近のラディエンスレオエボリューションとか、もうラディエンスリニューの最後の方のこう、なんかもう全然軽くって、なんか気持ちいいぐらいの動きなんですけど、これはもう久々硬いっていう感じなんで、なんかあまりやると壊れそうな、そんな感じを受けます。はい。あとアイシャドウがブルー。ちょっとだけここに欠けがありますが、気にならない程度ですね。こうやってやってたら全然わからないです。今初めてこう見て、あ、欠けがあるって気づいたぐらいかな。あと、チークに欠けはなし。リップも欠けなしです。特に顔も、ここはちょっと削れてる感じがするんで、アイチップを変えた時に開けたのかなっていう気はします。で、この子なんですけれど、グライスのコレクションガイドブック1冊目に載っています。で、目の色、右がライトグリーン、正面ブルー、左がグリーン、正面オレンジなんで、この正面の紫はチェンジされたものです。このブラウンもそうですね。このブラウンも変えられたものみたいです。正面のブルーじゃないな、グリーンですね。ライトグリーン。あ、これがライトグリーンになるのかな。ちょっと水色、グリーンがかった水色っぽく見えたんですけど、ライトグリーンかも。で、こっちのグレーに近いような紫ですね。これもチェンジされたものみたいで、正直、自分の好みの目になっているので、すごい嬉しいです。これお買い得だったなと思っています。と、ここにね、ガイドブックに付属品とか書いてるんですけれど、届いた商品の見る限り、付属品が全部ついてるように思います。こうすると、ピアスもね、たまにね、壊れてたりすることがあるんですけれど、
大丈夫そうなのでちょっとつけてみたいと思います。うん、全然緩いかなっていうぐらいのレベルで、口がすごいなまった人みたいになって、うん、スッと入ります。だからって出てくる感じもないんでちょうどいいんじゃないでしょうか。それから靴、ストッキングを脱がしてしまってるんで、後でまた履かせてから靴も履かせてみたいと思います。これは右左ありそうですね。あれないのかな。あ、右左ないタイプです。どっちにもあのボタンがついたような感じになっているので大丈夫ですね。うん、靴も履けました。そして多少この襟の部分がもしかしたら黄ばみがあるのかなっていう気はするんですけれど、全部がね、全部が同じ色になっているのでありかなっていう感じです。そして服を、硬いね、何こんなに硬いもの、全然色移りないです。スカートとパンツ、うん、全く色移りがなくて優秀じゃないでしょうか。クリック、いつもの怖くて2回しか出しできないんですけど、2回は曲がります。3回は怖いな。こんな感じ、ちょっと上から撮ってるんでね。あー、すごい、見てください、腰が全く緩くない。こんな人形逆にいるんだっていう感じですよね。すごい、いや、てかかわいい。では着替えて撮りたいと思います。ちなみの話なんですけれど、この足の上に曲がった感じ、これね、私ブーツ履かせたりするときにたまにやっちゃうんですけれど、こっち側は大丈夫なんですけど、こっち側は多分こうブーツを履かせたときにこういう感じで履かせてしまっていて跡がついただと思います。でもこれは前もうちでもなってるんですけど、ある程度また逆にこういう風に形をつけて靴を履かせたりすると治るので、見つけたらすぐこう直してあげたらいいんじゃないかなと思います。参考までに。はい。大変な事実が、黒のストッキング、家について履かせていた時は真っ黒だったんですけど、今履かせようとしたらなんかこんな、怖くないですか？ケバケバが出てきました。これってゴムかな？履かせてる繊維のゴム？すごいいっぱい出てきました。ゴムかな？ほこり？洗ったら治るかな？ということで、ストッキングを履かせて、靴も履かせて、写真を撮ろうと思ったんですが、こんな状況なので、ちょっと一旦それはなしにします。ストッキングなしの状態で、写真を撮ってまた載せたいと思います。あ、怖い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 。何これ？本当に怖い。こんな感じです。なんかわかる方いらっしゃいますでしょうか。ゴムが、ストッキングのゴムが切れてこんななってるのかな。洗ったら治るのかどうかがわからないので、ちょっと一回洗ってみたいと思います。
ということで着替えさせてみました。フェアレストって写真がなかなか難しいなっていうのを感じました。これもね、うまく撮れるようにちょっとこれからいろいろ研究してみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。メアリのうちの子紹介、初めてのフェアレストがうちに来てくれました、ベリービッキーさんの紹介でした。ではまたね。